配信開始してます。どんどん来てます。お前らのこと好きだけど流れ出した。あ、気づいちゃった。実際どうなん。いやもう、え、俺がお前らのこと、うん、金屑のこと。そういうこと。おお、それはもう、おお、そうよ。なんで照れるんだよ、お前。テテ出た、テテカメラ。テテ仲いいとはまたちょっと違うっぽいぞ。え、男子同士でテテも存在するのか。え、異性しかないの。全然同性でもテテ、なんか例えばさ、うちさんがボッくんと服買いに行ったんですよって言ったらテテ言うじゃん。そこはテテよな。そこはテーテーでしょ、たぶん。そこ二人もテーテーからな。あなたたちも。いや。お。あ、ほんと、テーテのワールって名前だからね、ほんとは。テーテーっすよね。いや、俺はあんまないよ。ほんとほんと。こいつの、こいつに貯金ずっと狙ってるからね。あの、財産目当てで関係が作ってる感じの。あ、理由もあるよね。テーテー。じゃあ今度一緒に PUBG また一緒にやろう。まあ、ライトだったら。ライトもう終わっちゃったんだって。あの、じゃあエーペックス一緒にやろう。まあライトの方だった。エーペックスのライトって何。いや、私たちもさ、そろそろさ、知り合ってさ3年になるからさ、うん、関係をちゃんとしたいなって思ってるんだけど、はいはい、3年目だからさ、やっぱりだからさ、あの、かなえくん、私とさ友達になろう。まあライトな関係ならまあ本当はすごい喜んでる。友達にもなりたくねって言われてる。かなえくん。はい。私って可愛い。可愛い。え、本当に可愛いと思う？可愛い。じゃ、可愛いよって言って。嫌だ。くそだよ。あ、じゃあかなえくんは私との配信終わりたくないってことなんだね。うん。急に可愛くなるな。やめて。の、サイグサアキナの友達の定義は、うん、明日沖縄に行こうと言ってくれる人らしく、ふわみなとは全然行くらしいです。これ定てくないですか。ふわくん、これってテン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 スパ。まあまあまあ、でもそれはね、定てですよ。あ、これ定てなんだ。お互い噛み合ってる的な。もう明日沖縄行かんって言われても多分俺は行くと思うね。おー、てーてーね、うん、俺の中でこの人たちの誘いは何が来ても絶対断らないっていうのがあって。 あ、そこに。そうだね、まあ、メシャ系、まあ、メシャの人たちとか、まあ、他にもいるんですけど、なんか、まあ、コラボの誘いであったりだとか遊びであったりとか、まあ、全部 OK しようかなっていう思いはあったりしますね。ああ、え、マジでテーテーじゃん。怖いな。ね、私たちも先輩というか、まあでもクリア様が一番やっぱ大先輩ということで。クリア様先輩よ。いやでもクリア様好きなのあにゃ。いや、嬉しい、私も大好き。ありがとうございます。嬉しい限りです、本当に。恐れ多いです。ナムナム。いや、他のことじゃないから。あ、俺じゃないですか、今の。違う、俺。え、雨が言ったんですか、今の。え、誰、どっち言ったんですか。何言ってんの。え、今は確かに雨山ちゃんに言ったけど、もう二人のこと大好きだから。あ、いや、もうそれはもうちょっと本当にすいません、なんか雨山のその大好きを取りに行く形みたいになってしまって。まあ、3戦3試合やって、村人陣が3回勝ちました。あ、ほんとだ。ちょっと勘が働きすぎじゃない、みんな。やっぱね、みんなね、ほとんど勝ってる。仲良かった、ちょっと。本当に。そうだね。おそらくはですね、皆さん、嘘つくのが苦手なんだと思います。おい、ボルタ、お前たちはそれでいいのか。仕事に差し障りがあるのではないのか。別に仕事をする相手はどうでもいい相手だからね。あ、なるほど。どうでもよくない。うちらのことは、どうでもよくないってこと？え、何それ？それ違くない。だって同期は別に仕事する相手じゃない。おい、セラフ、照れんなって。照れんなって。照れんなよ。おい、出てえか、これ。来た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 。やめろやめろ。ごめんなさい皆さん、これスクショタイムです。なんでだよ。切り抜けよ、じゃあウィンクぐらいしとくか、じゃあ。ラナキュラにテーテーはある？ない。ラナキュラにテーテーはない。ないです。テーテーはないです。てか、なんかさ、ハッピーさ、ポッポ今時間ある？って言って、
でもなんかスプラしてるけどそれでもいいならツアーできるよって言ったらなんかいやいいわみたいなこと言ってなんか、まあ、頑張ってほしいんかと思ってこの前かけたわ。私自分からツアーかけることあんまないんだけど、もしもしって言ったらポッポーバカおもろかった。定定ではないです。定定の概念ご存知でない。あ、ちょっと定定ってかよくわかんないっすね。エレベーターでたまたま一緒に乗り合わせたのは誰だった？パッと考えないと、こういうのはパッと。もう無理、もう無理。何無理って？無理だ。何無理？無理だ。書けない。無理って何無理って？無理書けない。何書けないの？書け。パッと書け。なんか言う。ああ違うんだ。ダメだこれ。何？あのさ、やっぱりさ、こういう名前書くのってなんか身近にいる人がいちゃうじゃん。あで、ね、今さ、目の前にいるからさ、なんか、最初になっていや、もういいいや、こうって書け。いやだいやだ。なんかそれは、あの、それ違うんだよね、きっと。それ、こうくんがいなかったらこうくんじゃないもん。いや、もうこうって書けばいいんだよ。バッて。心理テストだから。そうね。うん。え、あなたがこの人もしかしたマジかよー。おい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 。いやいや、こっちもなんだけど。やろ早く。あんじゃ早く。いちいちも近い。あんじゃと遊びたいの。あんじゃと配信楽しいね。楽しくない。ねえ、したかったね。楽しくない。裏でもいいから遊びたいって言ってたからな。許さないよ。許さない。うん。絶対も近い。うん、アンチ嫌い。好きやろ。うん。お？やめろ！からかうな！面白かった今の。今の向こうめっちゃ面白かった。面白くないんだよな。ブチ切れなんだよな。なんて返すか分かんなかった。ご飯は銀月が作った。冷凍ラーメン茹でてくれた。もうなんかあの日ボードゲームなんぼやったか分かんねえぐらいボードゲームやったな。うん、酒何飲んだ？酒ね、ほろ酔いのホワイトサワーだ。本当はなんかストロングゼロのホワイトサワーもあって、9% なのしてかストロングゼロなの知らなくて、パッケージかっこいいからこっちにしようっつったら、こっちにしようかっつって持ってったら原石に止められた。やめとけって、お前それやめとけって言われたわ。こっちにしとけって言われましたわ。ほろ酔い渡されたわ。味一緒やからって、ほなそうするわってなったわ。あ、4回だって5回じゃなくて。そうなんだ。でもリー先輩も気づかなかったからこれは連帯責任だよ。じゃあ離れる。ねえやだ。何？離れないでください。じゃあやめてください。ごめんなさい。いいよ。ありがとう。